はようございます。先代の館長がよく言っていたのは、もしも当代の前奏を大相撲の番付表にでもしたら、東の正横綱には何と言っても上州和尚が来るだろうということでした。西には東須禅寺か説法禅寺だろうかと仰せになっていました。私たちは臨済宗なので、当然臨済禅寺を挙げるのかと思いきや、そうではないのでした。それほどまでに上州和尚という方を高く評価されていました。かの道元禅寺も、上州以前に上州なく、上州以後に上州なしと仰せになったほどなのです。何せ長生きでした。西暦778年にお生まれになって、897年にお亡くなりになっていますので、なんと120歳という長命なのです。上州禅寺語録には、死は南仙の門人である、属性は隠し、宗州の京の出身で、宗名は重臣という、陳腐に唐がある、その木に言う、死は700貸しを得たかと思われる、図らずも武王の仏教に対する容赦ない仕打ちにあって、空井さんに難を避け、木の実を食い、草で作った衣を着ながら、宗としての意義を変えなかったと書かれています。葛氏というのは、ここでは60日のことで、約115年になります。武王の仏教に対する容赦ない仕打ちというのは、絵匠の破仏といわれる法難であって、845年から847年にかけてなされた仏教の大弾圧です。上州和尚が73歳から75歳頃のことです。そんな困難な状況を乗り越えてこられたのが上州和尚です。さらに語録には、死ははじめ本師に従って暗夜して南仙に至った、本師がまず初対面の挨拶を終えてから死が昇見した、南仙はその時北条のうちに横になっていたが、死がやってくるのを見るとすぐに尋ねた、どこから来たか、死随蔵院です、南仙随蔵を見たか、死随蔵は見ませんが、寝ていらっしゃる如来様は見ました、ということが書かれています。随蔵院という寺の名前にかけて、めでたい仏像を拝んだかと問うたのです。それに対して、随蔵は見ませんが、目の前の我如来を見ていますと答えたのです。これは並々ならぬ小僧だと思って、語録には、そこで南仙は起き上がって尋ねた、お前は主人のある舎弥か、主人のない舎弥か。主は答えた、主人はあります。南仙、お前の主人はどなたか。し、1月とはいえまだ寒うございます。恐れながら老子にはご尊体ご検証にて終着に存じ上げます。そこで南仙は犬を呼んでいった、この舎弥は特別の席に座らせろというのであります。もう自分の目の前の南仙和尚を我が師にして挨拶しているのです。これがまだ上州和尚17歳頃のことです。南仙和尚のもとに入門してしばらくして悟りを開いたのでした。それから南仙禅寺のもとで40年も修行されました。57歳になって南仙禅寺がお亡くなりになり、お墓守りを3年なさって、それから60歳で暗夜しています。その時に、7歳の童子でも自分より優れている者には教えを請おう、100歳の老王でも自分に及ばない者には教えてやろうと願いを起こして暗夜したのでした。上州の観音院に住したのは80歳の時で、それから40年経過され、120歳で亡くなったのです。駒澤大学の小川隆先生は、禅ではいかにして悟るかということも説かれているけれども、それは禅の語録に説かれている半分であり、
大事なのは悟った後にいかに悟りを忘れ去って普通に生きるかという問題を追求していることだと仰せになっていましたが、まさに上州和尚のごときは10代ですでに悟りを開き、その後はその悟りを忘れ去って平平凡凡に生きたのです。五六にある十二字の歌などはまさにそんな心境を歌っています。筑摩書房禅の五六十一上州録にある秋月良民先生の現代語訳を参照します。一部を抜き取って引用します。下帯はよれよれ、桃引きは破れて足を入れる口もない、頭には四五とほどの国会職のふけだらけ、以前には修行して人を再度しようと望んでいた、それが返じてこの薄のろになろうとは一体誰が思ったろう。荒廃した村の破れ寺、まことに話にもならぬ。朝のおかゆには全く粒がない、ただ虚しく静かな雨戸とその隙間のチリとに向かい合っている。スズメがやかましく鳴くだけで親しむ人もいない。一人座っていると時たま木の葉がしきりに落ちるのが聞こえる。出家は贈愛を断つものとは誰が言ったのだろう。思い返せば我知らず涙が出て手ぬぐいを潤すことだ。眉を潜めることは多く心にかなうことは少ない。我慢がならんのは東の村の国王老だ。お布施などついぞ持ってきたこともないくせに、ロバを放って我が同然の草をはませおる。まんじゅうもついすも去年別れたきり、今思い出して虚しく唾を飲む。少年を相続するのはわずかの間で、愚痴ばかりこぼしている。百軒の檀家に善人はおらぬ。寺を訪れる者はただ茶を飲ませろというだけ。茶を飲ませてもらえぬと立ち去る時にプンプンだ。頭を剃った挙句がこんなことになろうとは、図らずも生ぜられて損相とはなったものの、恥ずかしめとひどい飢えとのために死なんばかり。胡蝶さんや国立士たち村人はわしに尊敬の念などひとかけらも起こしたことはない。先刻思いがけず門前に現れたと思うたら、茶を貸してくれ、ついでに紙も貸せというばかりだ、というものです。なんとも愚痴ばかりこぼしているようですが、実に深い味わいがあるのです。悟り臭さが完全に抜け切った高い心境なのです。仰ぎ見るばかりの上州和尚の境涯なのです。同時代の徳山和尚のように棒を振るうでもなく、臨済禅師のように一喝するでもなく、上州和尚は何気ない一言で真実を示されたのでした。それは苦心非常に光を放つと称賛されたのです。それでは姿勢と呼吸と整えてまいりましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をぎゅっと持ち上げ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 ていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全
全部吐き出してしまうつもりで口を開いて一息強く、はあ、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から静かに息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。